初めての ASMR ということで、ちょっと動画撮っていきたいと思います。いや初めてですね。全然うまくいくかどうか分かりませんが、環境音とかもですね、もしかしたら若干入ってるかも分かりません。環境的にはまあ ASMR にはあまり向いてないかなっていう気はするんですけど、ただそういった環境音とかも音としてお楽しみいただければと思います。で、今回使用していくマイク、前回ご紹介したハイパー X のクワッドキャスト2という、20円ぐらいするのかな、これ1個。昔は30円で買えたんですけどね。今や120円になってしまいまして、4倍ぐらいの価格ですかね。いや、でも、多分ね、大きいんですよね、サイズが。シールのサイズは変わってないと思うんですけど、チョコレートが大きくなったのかな。はい、ということで今回ね10枚用意したんですけど、本当はね箱買いしたかったんですけど、箱買いってなかなかしにくいですよね。アマゾンとかでポチってもよかったんですけど、まあ箱買ってもね、全部食べたり回遊するのはちょっとね時間かかるので、今回は10枚用意しました。で、僕小さい時ねめっちゃ集めてたんですけど、びっくりマンでね、小さい時ですよ。学校で流行ってまして、友達とね集めるので、近くのお菓子屋さんにその一度ね箱買いしたんですよ。近くのお菓子屋さんで、その箱買いしたっていうのがですね、友達にバレちゃって怒られたっていうのを覚えてますね。はい、まあ、小さい時ですね。そこから箱買いするのがなんかちょっとトラウマになっちゃってたっていうのもあります。はいはい、ということで、開けていきましょうかね。ちょっと環境音入ります。シャドウなんで、はい、ということで、これなんか 赤と白に分かれてますよね。だからもしかしたら白い方に、
白系のカードが入ってるのかもわかりません。白赤って5枠分かれてますんでね。さあちょっと開封していきましょうか。まず1枚目ました。めっちゃかっこいいじゃんこれ、セントフェニックスで裏髪が青になってる。これがだから何年かしたらね、また価値が出るかもわかりませんから、まあ、何年先になるかちょっとわからないですけどね。あ、そうそう、僕昔集めてたビックリマンね、名刺入れあるじゃないですか、それにコレクションしてたんですよ。で、もちろんセントフェニックスとかも持ってたし、ヘッド、いわゆるヘッドっていうやつね、キラキラしたやつ持ってたんだけど、何年か前にこの家に引っ越した時に一度整理したんですよね、いらないものとか。で、その時にゴミとね、なんか多分間違えて捨てちゃったんでしょうね。探しても出てこなかったんですよ。もう ありとあらゆるところね、こう必死に探しまくったんですけど、結局出てこなくって、なんか泣きそうになったっていうのを覚えてますね。もうはい、引っ越しの時の整理で多分捨ててしまったんじゃないかと。結構ショックでした。まあ、出てきませんでしたね、結局。はい。ということで、1枚目はこちらのセントフェニックスですね。いや、かっこいいね。あ、ちょっとチョコレート食べてみる。チョコレート、こんな感じ。あ、多分でかい。昔はね、なんかピーナッツとかもっと入ってたような気がするけど。じゃあ、いただきます。いただきます。乾杯。いただきます。
味に変わりましたね。さすが120円。昔よりちょっと食感柔らかくなったかもわからない。ソフトな感じ。コーヒーがよく合うね。美味しいね。さあ次行ってみましょうか。予選とフェニックスかっこいい、かっこいい。さあ、2枚目。何が出るかな。お、何これ。じゃん、シバマリア。これは昔なかったんじゃない。サタンマリアとかあったと思うんだけど、これはちょっとわかんない。あったのかな。シバーマリア、惑星樹に照らし救われたマリアは無魔と水槽に変貌する生誕の和合球パワーが超年間を砕く。ちょっとなんかね、いいね、キラキラしてるね。っていうかこれあれか、ヘッドしか入ってないのかな今のところ。このキラキラしたシールしか入ってないね。シバーマリアでした。チョコレート、じゃあもう一枚ちょっといただきます。Thank you.
れた。咀嚼音苦手っていう方はですね、ご注意ください。言うの遅くなったね、すいません。オープン。何が来るかな。ヘッドロココ欲しいな。せーの、じゃん。初めて見たかも。かっこいい。なんか燃えてる。燃えてんのこれ。こんなの知ってる皆さん。出ました。かっこいい。ナンバー11。ちょっと待って。全部で何枚あんのかな。今のところ8。と来てますね。はい。これはでも昔なかったんじゃないか。いや、シールかっこいいね、どれも。チョコレートはね、また後ほど食べたいと思います。食べられないんで、さあ、次行ってきましょう。スーパーデビルさん、髪の毛真っ白になって、もうあれから何年も経ちましたからね。まあこうなっててもおかしくないですよ。かなり老けちゃいましたね、スーパーデビルさん。こちら、ナンバー26ですね。はい、26。さあ、次行きますよ。どんどん行きましょう。せーの、ドン。きたー、きたー。欲しかったやつ来た。ヘッドロココ。ヘッドロココだよね。あ、ちょっと待って。 S1 って書いてる。 S1。 ちょっ
待ってよ。今までの普通にこうやって番号が書いてあったんだけど、ナンバー S1 って書いてる。レア度高いのかな。レア度高いのかも。ここに39、これ39周年の意味ですかね。39って書いてる。ちょっと待って、これ大事に持っておこう。もしかしたらレア度高いのかも。わかんない。ね、当たり、当たった。ちょっとよくお見せしておきます。出ました、ヘッドロココ。ちょっとサムネにする、サムネ。やりました。やったのかな、よくわかんないけど。いや、とにかくレア度は高い、高いでしょ。 S1 って書いてるし。今んとこ赤が2枚、白が2枚ですね。さあ、めっちゃカラス鳴いてんな。これ今明け方に撮ってるんで、明け方。さあ、次行きましょう。なんか今風だね。びっくりマンもなんか今風になりましたね。え、アリババに関係あんのこれ。こちらナンバー23です。ナンバー23、明星デビルクイーン。かなりなんかキャラ的には今風なのかなっていう気はしますね。ちょっとロボっぽいっていうか近未来っぽい、キャラですね。はい。あ、これで今んとこ赤3枚白3枚になりました。ちょっと見えないかこれね。赤3枚の白3枚ね。見えないね。ちょっとまあいいか。並べたらこんな感じ。めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。ナイス。いや、ちょっとね、やっぱり楽しいね。びっくりマンコンプしたくなっちゃってきたな。またちょっと買いに行こう。はい、というわけで次で8枚目ですね。1枚目。チョキ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 
しい。さこ、ナンバー17、ワンダーマリア。来たぜ、ワンダーマリア。白ですね。しますね。はい。いや、ワンダマリアはありましたね。僕も持ってたし、シール。はい。ナンバー17ですね。17。ワンダマリア。はい、次。あと2枚。いや、今のところね、赤と白が1対1の割合できてる。偶然。一応このパッケージね、均等になるように買ったんですよ。赤5枚、白5枚って関係あんのかな。開けます。チョキ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 。さあさあ来い来い、なんか来い、なんか来い。いきます。ラス1、せーの、ドン。さあシールしか入ってないね。普通の天使とか悪魔とかはない感じかな。はい、というわけで今回ちょっと待ってくださいね。白がこの5枚ですね。前1つかぶりありましたけど、
1枚かぶりありましたけど、はい、こんな感じになっておりまして、アンドロココがかぶりでしたね。はい、ということで多分まあこれが今回のあたりだったんじゃないですかね。 S1 のヘッドロココです。はいはい、というわけで今回は初めての ASMR で、びっくりマンチョコですねを開封してみました。どうでしたでしょうか。動画の方何かいいなと思われましたら、高評価よろしくお願いします。はい、ということで、皆様